2700万円超えで落札されたメルセデス・ベンツのオフロード別荘ってどんな車カーズビズは自社が運営する同盟のオークションサイトでアメリカやカナダにある車を競売にかけるオークショニアです2022年10月メルセデス・ベンツスプリンターが出品され20万ドル日本円換算で約2740万円 で落札されましたが、どのような車両なのでしょうか。スプリンターは1995年から現在まで、生産・販売の続いているメルセデスベンツの商用車で、主に欧州やアジア、南アメリカなどで販売、米国ではダッチブランドでも販売が行われています。過去には日本国内にもトランスポーター T1N の、 名称で輸入、販売されていたこともありましたが、現在では日本における商用車の正規輸入販売からは完全に撤退しています。ボディタイプは大柄な4ドアと5ドアのウォークイン版ンを中心に、2ドアのピックアップタイプやミニバスタイプも用意され、日本で例えるなら大きさは異なるもののトヨタの、 ハイエースに近い存在の商用車シリーズとして扱われています。また、この大きな車体や豊富なボディタイプを活かして、救急車やキャンピングカーなど、様々な特装車として用いられているところもハイエースと共通する点で、国は違えど似通っている箇所が多いのは面白いところです。 車体サイズは仕様によって異なり複数サイズ用意されますが、最もコンパクトな仕様でも全長は約、mm、約 5200mm× 全幅約 2000mm× 全高約 2300mm と、国産車では最大級となるトヨタ、グランエースを超えるサイズ感を備えます。これが最も大きな仕様、L4。 になると、その全長は約 7400mm にも到達し、もはや一般的な乗用車のレベルを超えて、国内ではライバル不在の巨体を誇ります。今回落札されたスプリンターも、そんな広々としたボディの持ち主です。最高出力188馬力、最大トルク 325LBFT の、 3リッター V 型6気筒ターボディーゼルエンジンを搭載し、7速 AT、AWD4 輪駆動と組み合われ、大柄な車体を力強く走らせます。外装色はメルセデスベンツ純正色のオブシディアンブラックメタリック。アクロ走破性を高めるオフロードタイヤとサスペンションを装備し、ルーフに搭載したラックや補助等も、 備えたこともあり、迫力のある外装となっています。一方インテリアは、茶色の本革張りのシートやソファ、くるみ材や桜材で作られた豪華な家具などが用意され、もはやペンションのような落ち着いた雰囲気で、ハイクラスの別荘の一室を思わせます。車内の装備もまさに別荘と呼べるもので、ベッドやシンク、トイレ、 冷蔵庫に加えてシャワーやストーブまで備える豪勢なもの。さらに屋根には停車中に展開が可能な12枚以上のソーラーパネルを装備しており、宿泊に必要な電力を自家発電で補うことが可能です。この個体の走行距離はわずか 1300km で、しかもワンオーナーで事故歴もなく、 ほとんど未使用と言っても過言でない綺麗な状態です。出品地域はアメリカ・ミズーリ州スプリングフィールドの北東にある都市のストラフォードです。オークションサイトでは133枚の画像や動画とともに本車両は掲載されておりかなり詳細に確認することができます。